日本近畿地方大阪府水田市江坂江坂、ウエストサイドストリート江坂とは、大阪府水田市南西部に位置する江坂町を中心とした大阪市高速電気、軌道御堂筋線、北大阪急行電鉄南北線の江坂駅、一帯の広域地名。一般にはおおむね江坂駅が最寄り駅となる地域を江坂という。水田市の都市計画などの政策では、江坂町一丁目から四丁目。 河野木町、垂水町一丁目から三丁目、豊津町、河芝町、吉野町を豊津、江坂地域としている。なお、豊津町は江坂駅の西側に面する町域であり、当地域の東端にある阪急地里渡線豊津駅とは全く異なる場所である。また、江坂町五丁目は、名神高速道路の北側で国道423号の東側の地域である。 千里山、サ寺ラ地域に分類されている。江坂と名の付く施設は上記の各町域のほか、糸田川を越えた東側の南カナダ1丁目、2丁目、カナダ町に見られる。ただし、垂水町1丁目の東部、垂水町2丁目は当地域の東端にある豊津駅が最寄り駅となるため、江坂と名付けられた施設は少なくなる。 国道423号と国道479号の交点であり、新御道筋と内環状線以外は、2車線以下の細い道路が多い。江坂駅は、大阪市都心から伸びる大阪メトロ御道筋線と、直通運転する北、大阪急行電鉄南北線との境界駅であり、交通の要衝である。大阪市の副都心と称される地区だが、その繁華街は南北に長く、 東西方向にはあまり暑くない。特に豊津第二小学校より西側では再開発がされておらず、昔からの一戸建てやアパート等の多い住宅地が広がっている。大阪都心部へ近いのに加え、周囲に大学や予備校が多いことなどから人口増加が続いている。各種大規模小売店舗、コンビニも充実している。江坂駅周辺の 約400メートル四方は、水田市の条例により喫煙禁止地区である。水原入れを設置していない道路、公園など、公共の場での喫煙が禁止になっている。江坂駅周辺でのタバコのポイ捨てが、水田市内の他の駅と比べて多かったため、水田市では、江坂駅周辺を先行して、喫煙禁止地区に定められた。平安時代以来、江坂一帯から、 西隣の豊中市小曽根にかけては、えのき坂号として、当時の荘園だった。かつては、えのき坂と書き、現在も一部施設などに、この表記が残っている。共に天井側である糸田川と高川に挟まれた、低地で、大阪北港の田園地帯だった。江戸時代のえのき坂村は、寺田村、倉人村の2つの枝里があった。1960年代以降に、 南水田土地区画整理事業が行われ、加えて1970年の地里万博に合わせて地下鉄、北急の布設と新水道筋の整備がなされた。地里ニュータウンの全焼地帯として開発が進んで人口が増加し、大企業も本社を構えるようになったり、大企業の大阪支店が大阪市内から相次いで移転するなど、大阪の副都心の性格をもって発展した。 わずかではあるが、ビルやマンションの間に、水田や畑が残っている。なお、江坂の由来が、大阪の江戸という噂話もある。ビル公共施設公立学校郵便局1990年代のバブル崩壊までは、江坂界隈に、多くの金融機関が存在したが、合併や破綻により、その数は半減してしまった。だが、近年では、南都銀行や企業銀行、 大阪厚生信用金庫が進出している。新緑堂筋に面する、代々木ゼミナールメーカー IT、ソフトウェアゲーム制作食品、外食小売出版サービス教育ホテル、不動産栄栄井機ホーム。ありがとうございます。